三世路橋の上から上流を見る三世路は長野県東地区郡戦艦村にある名所。生山高原県立公園。飛騨山脈を水源とする西川は松本盆地を過ぎて長野盆地へと至る間、蛇行を繰り返しながら深い峡谷をなす。西川は戦艦村にて支流の金熊川と海川を合流させており、この辺り延長1キロメートルの区間が名所。 三世路とされている。地名の由来は、諸説あり、角川日本地名大辞典によれば、西川、金熊川、尾見川という三河が交わるところからだとか、三世寺という名の寺にちなむ。また、安住の古代の著者、西名総一郎は、西名乱章記の記述から、古代に、治水のための工事が行われた場所、すなわち、山進む地から来たと推察している。 当地の地形は、オミルイ層と呼ばれる地層が西側に侵食されて、形成された。北の金と山、南の雲根山に挟まれ、川の両岸は最高で60メートルの断崖となっている。春は山つつじ山吹富士といった花が断崖に咲き、夏は山々が緑に包まれ、秋は紅葉、冬は雪景色と四季を通して美しいことから、 古くから名称として知られてきた。西川通船と呼ばれる水運が行われていた時代、三世路は難所であったが、いざ小舟に乗って川下りをすれば、まるで千人の住まう世界を周遊しているようだとも評されている。かつては川床には祈願、猿とび岩をはじめ、水神釜や竜神の岩穴といった景色を見ることができたが、1957年に、 東京電力の発電用ダムである平ダムが完成。ダムは山西路の下流1キロメートルの地点に位置しており、ダムから上流6キロメートルの区間が水没し、長く曲がりくねった人造湖が誕生した。この変貌について、角川日本地名大辞典には、峡谷の景観は失われ、山の湖として新しい観光地に生まれ変わったと記されている。三西路橋。 新山清寺橋、三聖路トンネルを高台の展望台から望む。三聖路では国道19号と長野県道55号を待ち、おみインター線曲線が交差しており、北は長野市、南は安住野市、松本市、東は東地区間群地区北村、おみ村、西は大町市へとそれぞれつながっている。現在の三聖路橋は1934年に、 かけられたもので、完成当時発行されていた建築及び土木工学関係の技術雑誌である土木建築工事画法でも紹介された。1960年代後半には新山清吉地橋が開通した。現在はさらに長野県道55号大町を見インター線曲線の三星路バイパスとして三星路大橋が2020年12月13日に開通し、 長野19号防災事業として、三西路の西側を通過する国道19号のトンネルが建設中である。この建設中の三西路大橋では、2019年8月24日に仮設の鉄塔が根元から倒れる事故が起きたが、怪我人はなかった。現場は9月11日まで通行止めとなり、迂回措置が取られた。地水の伝承と、郎伝説、 西奈乱章期に以下のような記述がある。主神天皇の末の大使であり、水人天皇の弟にあたる人士品王がとより王朝に下った際、安住平が降水時に氾濫して、水浸しになることを憂い、解決を命じた。治水工事に長けた白水楼の長の日光の指導のもと、工事が施行され、この場所の川幅が広げられたため、氾濫はやんだ。このため、山、 進むをした場所ということで、山、進む城あるいは、山進む地と名付けられた。西名総一郎は、次女、安住の古代に、特に、三世路の難関を解決した異業これは岩山を竜に乗じて乗り割ったというような、壮大な話に昇華するほど人々の願望に応え、また称えられる仕事であったわけであると記し、この治水工事の話が、泉小太郎伝説となって、 今日に伝えられているとの考えを示した。三聖路挙法育坂村の名産。かつて盛んだった養産業が衰退したことで、桑畑がぶどうの果樹園に転用された。ありがとうございます。